マクシム・ゴーリキーから1936年6月18日は、ロシアの作家。本名は、アレクセイ・マクシー・モビチペシコフ。ペンネームのゴーリキーとはロシア語で、苦いの意味。社会主義リアリズムの手法の創始者であり、社会活動家でもあった。ニジニノ・ブゴロドに、家具職人の子として生まれる。母、ワルワラを肺結核で亡くして10歳で孤児となった後、 話が上手であった祖母に育てられる。祖母の死は彼を深く動揺させた。1887年の自殺未遂事件の後、ロシアの各地を食を転々としながら放浪する。その後、地方新聞の記者となる。1892年に、トビリシでカフカスが見に最初の短編、マカルチドラが掲載され、初めて筆名としてゴーリキーを名乗った。 1895年、チェルカ州を大衆雑誌、ロシアの富に発表。1898年には、サンクトペテルブルクで短編集、記録と物語を刊行し、一躍人気作家になった。1899年、三文二26と1、最初の長編物語、ホマ・ゴルデー F を発表。その名声はたちまち、アントン・チェーホフや、レフトルストイと。 非されるまでになった。1902年、代表作である、どん底を発表し、同年モスクワで、コンスタンチン・スタニスラフスキーの演出で上演され、翌1903年、ベルリンでも上演された。1902年には科学アカデミーの名誉会員に選ばれるが、その急進的な政治的心情を理由に、ニコライ2世によって取り消された。この事件に対する抗議として、 アントン・チェーホフとウラジミール・コローレンコがアカデミーを辞任している。1905年、ボリシェビキ組織に入り、レーニンの地偶を得る。1905年から1907年までの革命には、ゴーリキーが巨額の援助をしたとされる。第一次世界大戦の際には、ペトログラードのゴーリキーのアパートは、ボリシェビキの事務室になった。しかし、 その後、共産主義に対するゴーリキーの考えは一変し、10月革命の2週間後の手紙にはこう書いている。レーニンもドロツキーも自由と人権についていかなる考えも持ち合わせていない。彼らはすでに権力の毒に侵されている。1919年、レーニンはゴーリキーにあてて書いた手紙に君に忠告する。環境と物の見方、行動を変えるべきだ。 さもなくば人生は君から遠ざかってしまうだろうと書いている。1921年、結核の療養のためイタリアのソレントに移り住んだ。アレクサンドル・ソルジェニーチンによれば、ゴーリキーのロシアへの帰還は、イタリアでの暮らしに困ってのことだった。ソレントで、ゴーリキーは、貧しく惨めな暮らしを余儀なくされた。1928年以降、何度かソビエト連邦を訪れるようになり、 1932年には、スターリンの個人的な求めに応じて、ロシアに帰った。ファシスト政権のイタリアからゴーリッキーが戻ったのは、ソビエト政府にとっては、格好の宣伝材料となった。彼は、レーニン勲章を受け、モスクワの邸宅と郊外の別荘を贈られる。この時、モスクワのトゥベルスカヤ通りが、ゴーリッキー通りと改められ、記事の虹にのぶごろどしもゴーリッキー氏と解消された。 ゴーリキーは、ソビエト作家同盟を設立し、その議長に就任する。八海、バルト海運河の工事を視察し、他の作家たちと共に、スターリン記念八海、バルト運河、1931から1934年の建設の歴史を1934年に編纂した。ここでは、運河工事を全面的に称賛し、工事従事者を完全に犯罪者扱いするなど、完全に、 スターリンの猛獣者としての姿勢を披露している。1934年、セルゲイ・キーロフが死に、スターリンによる粛清が始まると、ゴーリキーは自宅に軟禁されるようになった。1935年、息子マクシム・ペシコフを亡くした翌年、1936年にモスクワで没する。両者とも毒殺された疑いがあるが、確実なことはわかっていない。ソ連崩壊後は、 上記の運が建設来んなどスターリンへ猛獣した点を厳しく批判されている。小説議局女子史、チェーホフ P339 から340ビリジル、棚津著、谷口きみ子、清水玉予約少電車2010年12月20日、初版第一冊発行 AB 活の金星の合理金批判、藤井一行 J アンネンコフ、同時大臣の肖像上現代視聴者、 1971年 P38 ありがとうございます。